ございました。今私が走ってるのは松山市の久米町ですね。南区かな、あたりを走ってます。はい、時刻は13時20分、もう少し回ったところですね。今からランチを食べに行こうと思ってます。今日はね、洋食の気分だったので、Google マップで調べると、今ちょっと15分ぐらい走ったところにおしゃれな洋食屋さん、ドライブイン、喫茶店、カフェ、よくわからない、よくわからないですけど、そんなお店があったのでね、ちょっとおしゃれで美味しそうなところがありましたので、ちょっと行ってみたいなと思ってます。はい、正面に見えてるのが温泉施設空と森ですね。はい、ここすごくいいですね。週2回は通ってましたね、コロナの前は。週2回ここに来て、あとの2回は経歴の湯っていうところにね、2回通って、週に4回温泉に行ってましたけど、もうコロナになってからはさっぱりですね。Google 先生、来てないけど大丈夫かな。あそこのラーメン屋さんもいつか来たいと思っていると思うんですね。いないの、逆に匂いがするから。ここか、ここだな。ボードイン・エトワール、ごめんなさい。じゃあ。ありました。あ、すいません。じゃあ。じゃあ、一人です。はい、いらっしゃいませ。好きなところ。はい。このままのところですかね。おしゃれやね。なんか見えるね。あ、お箸が入る。え、切れてた？で、一番下だけ何もないと。本当やったらこれなんやろな。これ人気ナンバーワンメニュー2のエトワールハンバーグな、これな。いや、悩ましいわ。こっちは肉メニューやけ、あんまり、うん、安いね、安い。メニューが多い、すごい多い。いや、気になるな、ミートスパゲッティ。洋食屋さんって、いや、悩ましい。めちゃくちゃ。はい、もう悩ましいね、いっぱいあって、すごい嬉しい。はい、これはできるんですか？できます。これができないだけで他のセットにできます。はい。
イタリアンって玉ねぎ入ります？お嫌いでしたら私あ、じゃあこのイタリアンのスパゲッティの玉ねぎを抜いてもろて、でこれも一つください。これはセットでライスのスープにつけて、はい、はいはいはい、お願いします。セットとイタリアンの玉ねぎ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うまそうやな。エトワールさんでランチをいただきましたね。うん、なかなか良かったですね。パスタも大好きな太麺だったし、まあ、ちょっとパスタはね量が物足らなかったですけどね。はい、マップで見たおしゃれというよりもちょっとアンティークな年季の入った喫茶店というようなイメージでしたね。安い、値段が安い、めちゃくちゃ安い。さすが郵便屋さんやな。見切りがなったら違う、向こうの違うのよ。
なんか初めてのお店はドキドキしますね。ちょっとドキドキ感があってワクワクしますね。でさっきみたいにメニューがたくさんあるとね、迷いますね。嬉しい。私は比較的ね、メニューはパッと決めるタイプなんだけれどもちょっと悩みますね。でね、形はね、カニクリームコロッケの形はこう、私のイメージは俵状の、カニクリームは俵状のコロッケをイメージしてたんだけど、ちょっと違いますね。どちらかというと唐揚げっぽいっていうか、お肉系の形をしてたので、何も書いてなければ肉かなと思って食べると、カニクリームコロッケみたいな。ハンバーグはね、固めが好きな私にはちょうど良い。硬さでしたね、美味しかったです。私もそんなに量をね、食べれなくなりましたからね。美味しいものをちょっとでかなっていうような年齢になりましたね。本当か。いやでも確実に食の量は減っとる、はい、ということで、今日はね、エトワールさん、レストランエトワールさんでランチをいただきました。それでは皆さん、元気で健康で明るく過ごしましょうね。バイバーイ。